じゃあ大丈夫そうだと思うので、楽しくやっていきましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。僕は村人でした。何を言ったらいいかわかんないけど、まあ、占い師さんが何人か出てくると思いますので、その時は2周目、まあ、どっちが真なのかなっていうのを考察したいのと、あと、グレーの中で怪しい人がおったら、その時、ちゃんとこの人怪しいっていうのは理由を言って、言いたいと思います。あとは、ムラスラとかはちょっとややこしくなるからやめた方がいいかなって感じかな。あともし霊能者が2人出てきたら釣り切ろう。7番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。6番さんのスムラ仕様は単純に俺は好きじゃないっていうか、ムラリがあんまりないかなって思ってるんで、グレー釣り盤面だと6番さん釣り位置になるかなと思います。まあ、さらに怪しい人が出てきたらそこ釣ったらいいと思いますが、現状は6番さんの印象が、まあ、スムラシをしたことからあまり良くなかったかなって思ってるぐらいかな。あとは盤面次第かなとは思いますが、そうですね。まあなんか、いつもみんな言ってるけど、怪しい人に対して、まあ、理由をしっかり上げることっていうところと、あとは村っぽいところを白理由を上げてしっかり上げていけば、それも強いんじゃないかなって思ってるんで、まあ黒い位置白い位置を理由つけてしっかり上げるっていうことが大事かなと思います。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。よろしくお願いします。そうですね、7番さんの6番さんの村仕様っていうのは理がないから、正直、印象が悪いっていうのはわかるが、ただ、要素として白いか黒いかで言ったら白くないとは思ってるかな、6番さんって。だから、その時点で、6番さんを釣るっていうのは基本的には盤面次第だから、7番さんもそのつもりで言っただけだったら別にいいんだけど、そうじゃないんだったら7番さんって怪しくなるかなって思ってるかな。だから6、7で比べると、どちらかというと7番さんの方が怪しいかなと思ってるかな。人外意味が高いのは、現状だと。ぐらいかな。あとは基本盤面次第だと思ってます。ぐらいかな。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。8番さん素人と出ております。把握お願いします。けどね、今の発言聞く限り、8って強靭かなって思っちゃったかな。7の精査マットだったと思うよ。7、6で比べた場合って圧倒的に白いって7だし、6の村人すかしたまま理がないっていうの精査もマットだったし、6が狼に見えて8、強人囲って、なんて言うんだろう、カバインいったのかなっていうふうに見えちゃったかな。現段階では8を強人と置いてますね。白先だけど、っていう感じ。嫌なとこに白刺さったなっていう感じかな。役、騎士はね、平和盤面以外は潜伏でお願いします。あと、グレー釣りになった、自分が辛いそうになったら出てきてくださいっていうぐらいかな。この村、なんて言うんだろうな、平和盤面がいいなって感じかな。まあ、太鼓でできたらバチバチにやっていきたいと思うんで、よろしくお願いしますっていう感じですかね。以上です。1番
のプレイヤーが発言します。お願いします。8の人外目がはちゃめちゃに高いなと思ってたところで9番が初白、9番が強めかなと感じていたが、9の考察的になんか新っぽいなって感じがしましたね。ってとこで8番はマックス強心なのかなっていうか、7番が言ってる6番に対するのが真っ当な精査で、8番は6がスムラを透かしたことが6の白要素と言っているが、それはどういう要素取りなのか、まあもうなんかあんまり8番の考察は聞く気ないけど、なんだと思ったのかなっていうか、6番は確実に初日落としとくべき人物であって、仮にこの人が村だったとしても、じゃあ明日、仮にこの後占いにしようになって、この人が占い精査を当てれるって村は思いますか？この6番さんが新占い師に投票しないって思いますか？そういうことなんですよ。結局さ、決め1番面で投票ミスるやつっていうのは実質人外なんですから、6は確実に落としとくべき。2番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師で4白です。4番さんに白っていうところを把握してくださいっていうところ、現状対抗の9番さんはね、ケツに出していることから、うん、狼目の方が高いかなと思いつつもね、強靭でそういうことをやることも、まあ、ゼロではないから、100% 狼で見てるわけではないっていうところね、で、まあ、6、7、8、1ときて、まあね、後半の方がそれ発言量は伸びるんだけれども、やっぱり6番さんのね、そのスムラ CO っていうか、スムラスカシというかね、そこは印象は良くなかった。まあ、結構ね、9番さんなんか占い師らしいけど、うん、そこでね、8番さんに白出して8が強めとかって言ってたけど、まあ、それは別に8番さんの言うことも分からなくはないよ。ただ、印象が良くないし、このまま行くんだったらば俺は6ずりを押すけどねっていうところ。1番さんもね、そこに乗っかってるように見えているからっていうところ。別に8の強めとかはまだわからないっていうところ。とりあえず4白ってことだけ把握してください。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。6白です、6白。現状ね、9番が一番狼目が高いかなと思ってるかな。今のもう、強靭探してる狼にしか見えない。で、2番が強靭。9番っていうのは8って強靭かなと思ってからっていう話も知るけど、8の強要素っていうのはどこですか？話をねじ曲げたから？ 8 目線で白い、逆に白いんじゃねっていう発言を残してることが1番から見て8番って人外に見えるのって思うんだよ。8番がこの村を動かした人物なんだから、8番って白く見えるはずなんだからな。逆に7番さんの方が印象は自分は悪かったです。はい、なんか、村目を取りに来てる狼にしか見えなかったです。ただ7番さんに関しては2周目かな。ただ7よりは1の方が印象が悪いです。本戦1級ロードでやってます。4番のプレイヤーが発言します。9が狼で、6の相方叩きっていうのはあまり見えない。2が出てきて、つられ1になりそうな6をかばうような発言をわざわざすることがない。3CO の、目で出てきた3番が6に白をかぶせた。その段階の中で、スラがあった場合っていうのは3、6が見えてくるが、9、2でスラがなかった場合は、6狼はないかなと思ってるんで、スラなかったらもう6弾きますから。はい。といったところですね。まあ、偽っぽいなと思ってるのは俺は9かな。平和村盤面下において8を強靭っていうところを占ってるわけでしょ。きついでしょ。平和村でない方がいいでしょ。っていうふうに思いますけれどもね。何言ってる論が何なんだろうなと思いますけれども。ただ、3が6に白をかぶせたというか、そこに行ったっていうのをなんかちょっとあざとくは見えちゃってるかな。はい。SG1 の村は釣りません。白狼の狼釣ります。以上。5番。のプレイヤーが発言します。うん、6番釣ればいいんじゃないですか。うん、だってこの人300戦近くやってて同じことを言われてるのにも反省しないってことなんでしょ。うん、スムラを透かす人って夏休みにキッズがいましたよ。村人って言って結果見ると狼だったりするんですよ。うん、もうその試合をして毎試合このような現象が起こってるのに、その改めないっていう姿勢があるんだったら6すればいいんだよ。もうこの試合負けようが。この人には言ってもらいたいんだよ。もう二度と、村人の場合には、スムラ透かしませんって。それがないならもう6ずりでいいんだよ。試合に負けようが。同じことを何度も何度も繰り返して、人に迷惑をかけても変えようともしない。これが1試合目だったらいいよ。
なんで300戦もしてそれがわからないの。もう6ずりでいいんだ、試合に負けの加藤が。ふざけんなってレベルだよ。この人の口から俺は聞きたいんだよ。もう二度と言わないって。村人に迷惑かける行為だから二度と言わないってことを。6番のプレイヤーが発言します。僕は村人って言ったつもりはなかったんですけど、村人陣営ですって言いたかって、村人って言ったわけではないです。まあ、村人って言ってたんだったらすいませんって感じですけど、7番、案の定715、このグレーの人間が全員僕のこと叩いてきてるでしょ？めっちゃ怪しいと思ってます、全員。この中に人外がおるから僕のことを釣りたいんだと思いました。なんて言おうと思ったかな。なんか、なんか捏造レベルだと思いますよ。村人って言ったかな、僕。村人陣営って言ったつもりだったんですけど、あと、なんか言いたいことがあって、3番さんがなんかその叩かれてる僕になんかしろって言ってきたの、確かになんかあざといかなとは自分でも思ったかな。まあ、本当に白が刺さってたら申し訳ないけど。まあ、8番さんはまあそれで、まあ、そこをちゃんと言ってくれたけど、じゃあ、すむら、すかしたんだったとしたら、村人って言ったからじゃあ狼なんですかって感じですかね。一番さんって村でもいらんとか言ってたけど、本当に村だったらどんな村でもいると思うんですよ。村は釣りたくないと思うのが村人の村。7番のプレイヤーが発言します。6釣りもありかなって思ったかな。ただ、まあ、占い師からは行くのがセオリーだと思うんで、占い師行くか、グレー行くのかっていうのは、8番さんが決めればいいと思ってて。で、占い師もあんまり芯を追える人があんまりいないなっていう印象があって、まあ、マシなのが2番かなっていうぐらい。ただ、2番の発言に関しても、8番の精査っていうところで、9番が8番をかばって、囲って、8番が強靭って言ってたけど、それはまだ分かんないとかって言って、結構8番の精査は甘かったんで、2番もあんまり印象良くなくて、ただ9、3がそれ以上に、あんまりしっくり来なかったっていう感じかな。だからまあ2番が消去法で一番マシっていう感じ。9番に関しては8番を強靭を消したところが、こういうこと言ってる村っていう可能性もあるのに、もう強靭、ほぼ強靭を消してるっていうのが、まあ8の発言は変だったけど、そこまで強靭でも、確定できるレベルなのかなっていうのは9番さんに関しては疑問だった。自分の白先だから、9番さん視点8番さんが村の可能性もまああったわけで、だから、もっと頑張ってよみたいな発言でよかったんじゃないかなって俺が思う。俺が占い師で9番の席に座ってたら、8番ちょっと村ならしっかりしてよっていう発言になるかな。で、3番さんに関しては、9-1 で見てるっていうのが全くわかんない。俺一番白く見えてたから、1番ってのはもう村弾きしていいレベルかなと思った。から91で見てるのがよくわかんないし、7に対する精査が村目を取りに来た狼があるって言って91ローローっていう、その精査の流れも全くわかんなかったから、3番さん単純に黒いと思いました。8番のプレイヤーが発言します。個人的にはラスウルーチって17のどっちかかなと思ってるかな。5番さんに関しては感情で6番さんに行くって言ってるだけだと思っているから、っていうところかな。1番さんに聞くが、7番さんを白目って言ったんだけど、7番さんって1番さんが6番さんを釣りたいって言った理由と違うんだよね。7番さんってそもそも6番さんがスムラシをしたからっていう、ムラリがないからっていうところで6番さん釣りたいって言ってるだけなんだ。1番さんが言ってるのって、6番さんに対して精査が間違えるからっていう話なんだよね。7番さんがそうやって言って、6番さん釣りたいって言って上で、一番さんがそうやって言ったんだったら、それで七番さん白いって思ったんだったら別にいいと思うけど、そうじゃないから、その一番さんの七番さんの白気もわからない。七番さんも逆にそれで、一番さんの白気もわからないから、内地のどっちかじゃないかなって思ってる。今日は占いからお願いします。って感じかな。六番さんに関しては、無理もないが、人外理もないんだよね。っていう話だから、正直どちらかというと白目じゃないっていう話をしてんだよね。そこに釣りたいっていう感情に関しては分かるんだけどっていう話なの。
だからそれだけの理由で6を釣りたいっていうのよりかは、ちゃんとした精査をした上でっていう話をしてほしかったかなって思ってるかな。1周目に関しては。ぐらいかな。占い師に関しては自分がどことか指定はしないですね。占い師のところから、どっか、なんていうんですかね、人気投票でお願いしますね。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。8番さん、霊能だけど、それマジで言ってんのかなって思った。普通に6って、ムラリもないし、狼入りしかないと思うんだけど、自分は。まあそこは置いといて、出方的に2強3ローだと思って、3、6ローは一番濃いけど、けどね、4の自分叩き、9、3って9、1で結びつけてきたでしょ。だから3、1ってのもないのかなって思ってるし、けど、レゴはね、比較的白いと思う。あんだけ6のこと言ってて考察もしないって、なんかそれでなんかラスルってなんか弱いなと思ってるし、で、4の自分叩きが不当だったと思ってるから、ああ、けどな、2強で4ローだった場合って3が出てくるメリットがないから、それも違うのか。だとしたら7ってさ、9、初日に自分が8番線落とした時点でそんなおかしかったかな。別に強靭と置いてるって言ったら強靭と確定して人は置いてないんだけど。残念なかなってラインとして見てるんだけど。それが濃いかなって一番思ってるかな。で、2がローだった場合っていうのは、2とのラインって4ぐらいしか特段に結びつかないんだよな。2がローだと1、ロー、じゃあ7もつながるか。やっぱ対局的に黒いのは7なんだよね。9、自分への殴り不当すぎるかな。8番の初日の視点って自分ではおかしくないと思うんですけど、初日ね。今日はでも黒狙いで3かなって思ってるかな。3でお願いしますね。以上。1番のプレイヤーが発言します。ああ、9番の考察微妙だな。9番ってただ新境地でしかないと思ってて、9番自身が初日で、占い出てきた時点で8番に嫌なとこ刺さったなっていうのは、8番の、人外要素、まあおかしいことを言ってるっていうところを拾っておきながら、その8に白を刺すっていう行為は、狼としては結構やりにくい。8番、9番が狼だった時って8番を釣り地に持っていきたいはずだから、9番の狼目っていうのはないかなって思ってるんだよ。だから黒釣るなら2、3のどっちかだと思ってるんだけど、9番の今の発言めっちゃなんか、偽臭いなっていうか甘いなって考察思ったかな。もう、8番になんか説明する人あんのかな。沼村って人外なんですよ。もう何回も経験あるでしょ。自分が占い師にした時に明らかに芯取ってんのに自分に入れてくる村人いるでしょ。あれ人外なのよ。村人じゃないの。あれ人外なんですよ。わかる？だから6番が仮に村だったとしても、人外だから精査ミスる人間っていうのは、だから落とさなきゃいけん。白結果出ても人外落ちたって喜ばなきゃいけん。わかる？沼村っていうのはさっさと落とさないと負けるのよ。6番ってのは、ローリのある発言しかしてないわけ。そういうとこね。どうだろうね。てか、普通に2番が現状進化なって思ってんだけどね。3番の考察もなんか微妙だったし、まあ2、3のどっちか行く。2、3にどっちか新ローで出てると思ってて、まあ9番の新っていうのはあるんだけど、9番のローはないと思ってるから、2、3のどっちか行く。グレーはまだわからん。以上。2番のプレイヤーが発言します。いやー、2周目で1番さん一気に黒くなったね、俺目線っていうのは。俺目線っていうのは一番しっくりくるのが9が強なのよ。9がもし強靭だった場合っていうのは、多分、先に打つからね。そうすれば、ワンチャン当たったところで嬉しいし、破綻したって、破綻、例えば今回9が2に出しました。俺が占い師ですって、この野郎強靭だな、この野郎なんて言えるから。で、ケツに出してるってことは破綻を恐れた狼っていう可能性の方が高いと思うんだけどね。まあ、3が強かな、9がローかなっていう感じ。グレー精査については、まあ、みんな6についてはいろいろ言ってるから、俺はあえて6には触れないけれども。本当はね、3釣りたかった、正直な話。3釣って、9強かなっていう目線では、違う。3釣って、ちょっとわかんなくなっちゃったわ。まあ、とにかく、結果論から言うと、俺は今日9に行くよっていうところ。
で、9位に行って、1位、俺のこと新目に見てるって言って3人どっちかに行くみたいなさ。9の2戦目がほぼほぼ透けてるみたいなこと言ってたから、だったら9から行ってもよかったんじゃないの ?9 位って、今日岸さん、8番さん絶対守ってね。今日9位行きます。今日9黒結果落ちたら、問答無用で1位に行く。占いは1は占わないよ、俺はっていうところね。逆に9が白だったら1も白くなんのかな。ちょっとそれはわかんないけど。占い1はね、言うことに対してムラリがあるかどうかっていうのは別にして、5、6、7。まあ5番さんのね、この後の発言も切るしっていうところで。現状6裏になってしまいそうだけど、5、6、7どこか占います。9に行こうと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。もう、人外やけど2番さんいい視点持ってるやん。1サイクルじゃん。で、9番の偽要素あげるね。9番って6の色見えてるでしょ。6番って狼入りがないって言ってるけど、9番目線、あなたは6番の色見てないのに、なぜ狼入りがないっていう話なの？あなた目線、狼あり得るよね。思ってるし、1番、9番、偽だと思ってるんだったら、なぜ9番に行けないの？そういうふうな発言してると、普通に1級ローローにしか見えないんだけど。9番を強靭に置いて、初日に9番を釣りたくないから。黒打たれるのが怖いだけにしか見えないんだよね、1番って。2番が狼だったら2、4ぐらいしかないかなと思ってる。5番っていうのはもう6番にしか触れてないから、精査が不能。って感じかな。4番さんって6に白かぶせだって言うけど、自分が狼だった場合って6って絶好の釣り位置なのに白かぶせってどういう理があるのと思ってるんだけどね、4番さんに対しては。まあ、とりあえず9番釣ってください。9番次第であと後々わかるでしょ。4番。のプレイヤーが発言します。その理はいくらでもありますね。申し訳ないけれどもよくやりますし、それをあざとく使うこともありますし、使わないこともありますね。そんな論を述べる必要はないというふうに思ってるんで。今日は私は9番さんかな。アップデートされなかった。9番さん頑張ってほしいなと思ったんですけどね。はい。なので、9番さん釣りかなっていうふうに思ってます。ただし、2番3番が言うような1黒いなっていうふうには私思わないんですよね。1って、6に対する話っていうのは別に真っ当であるっていうふうに私は思ってるから。うん。グレー釣りの、盤面下においては、それはもうしょうがないかなっていうふうに思ってるんでね。いらないところは釣りましょう、スタイルでなんで、私も。ただ、その盤面でもないのに、わざわざそんな論を蜂に対してぶつけていくという構図があまり狼に見えてこないかなっていうふうには思ってますね。うん。で、7が一番1を白く見てるっていうのが、一番のその発言でアップデートされたのかどうかっていうのを、次の日へ生きていた盤面は、聞きたいかなっていうふうに私は思ってますね。うん。5に関してはわからん。あの盤面かっていうところでね。ただぐるっと聞いてどう思ってるんだろうっていうところはしっかり落としてほしいかなっていうふうに思ってます。はい、人気投票でいいというふうに思ってるんで私もね。で、ただ票が割れた盤面かは8番さんの票に絶対合わせましょうね。票が割れた場合のみそこに合わせましょう。うん。9、2、3であるならば私は9番さんは偽だと思ってますので9番さんいきます。5番のプレイヤーが発言します。うん、狼狙いしてる暇があったら怪しいやつ釣るっていうゲームなの、3CO っていうのは。しょうがない、その怪しいのが死んだったら。強人だとしてもそっちを狙った方がいいでしょ。うん、狼狙いって何考えてんだろうと思ってる。じゃ自分が10回 3CO でやって初日に死ぬらない、どれくらい釣ってる？データ取れよ。5回も釣ってんならもう論外だから。優秀な人は10回に1回あるかないかの世界なんだよ。死に釣っちゃいけないんだよ。重みがあるんだよ、3CO って。3CO ってのは初日に芯つったらほぼほぼ負けるから。うん。だから、芯ぐらいない釣るぐらいだったらもうグレー釣った方がまだマシだよ。自信がなかったらグレー釣れよ。俺自信がないから6釣るわ。だって反省してないんだもん、この人。同じことを繰り返して、同じことをやっても何も自分は正しい。自分は間違ってない。自分は間違ってるって思わなかったら反省しないだろうよ。そもそも村人陣営って言うこと自体がいらないんだよ。時間の無駄。何、狼がね、言うの？人狼陣営って言うの？うん。言うわけねえだろ。
言う必要がないんだよ。村人陣営なんでしょ？みんな村人陣営で手でやるんだよ。必要がないんだよ。もうその時間すら無駄。だったら真面目にグレードしろよ。村人陣営っていうことがない、言う必要もない、紛らわしい言葉を使う反省もしない。すむらすかしってことは二度としないようにします。今後。今回はしてなかったと自分は思いますが、5番さんの、レジェンドの3の言った言葉に従って、私は今後、すむらをすかさないようにします。なんでこれが言えねえんだよ。怪しいやつをつったら、うん。真の占いするゲームじゃないんだよ。真つったら反省するゲームだよ、三四王は。全プレイヤーのその疑いには、どんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、9番の遺言を発表してください。はぁ、あ…自分に言えたのが…もうさ、兄さんがさ、自分に来てるって時点、自分が死んってことわかんないかな。八番さんも、うん、自分もね、2色だと思ったよ、今の発言で。流れ変えたなって思う。まさか3強で出てくると思わなかったけど、3強なんだね、これ。多分そうだよ。明日2行ってください。多分2どうで。で、5はね、6行くって言ってるからね、なんかね、やっぱなんか5白いんだよな。で、4、2、4どうかなって思ってるよ、自分は。うん。1、2、1、3はまあライン切りとしては見れなくもないけど、それはかなり限りなく薄いってなと思ってるから。2、4、ロー、3強かなって思ってますかね。初日に芯落としてるんで、うん。マジでこれきついと思うけど。2、4、3でいけば終わりま、2、4で終わるね。8番さん、あー、いないのか、あ、いるか。色見れるんで、お願いしますね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は、夜のアクションを。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。6黒4白。じゃあとりあえず2番さん行きますね。あ、ま、ちなみに俺が昨日2番さん投票した理由っていうのは2番さんがその時接続ギルだったからっていうだけですね。まあ、たまたま帰ってきたんで別に良かったんですけどっていうぐらいかな。うん。あ、2番さんがこの時点で6黒って打ってるのは心理は結構高めではあるかなとは思ってるかな。騎士が出てないちょっと、あ、でも6番さんか、そっか、スムラ指示をしてる人だからな。やりやすいか。じゃあそんなこともないな。まあどちらにしろ今日は2番さん釣りですね。で、3番さんが死んだったら、普通に黒見つけてくださいっていうところかな。あと、4占った理由っていうのも聞きたいかなっていうところかな。ぐらいかな。悪くとも3番さんっていうのは1番さんを怪しく見ていたにもかかわらず、1番さんを占ってない理由っていうのは絶対的に必要だとは思ってます。3番さんが死んだったらば。っていうところかな。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。だから、まあ、3番の新目なんかないだろ、普通に。なんで俺占って、あんだけさ、3番って2番の考察いいじゃん、1サイクル1って言って。あと何を見つけに行こうとして4を占ってんだじゃん、3番さんは。3番の芯なんかないんですよ。2級のどっちかが芯。で、昨日あの流れで、ああ、でも9番って 100% 釣られる流れだったから。
9番ゼリー100はいいと思ったけどな。9の新目がないってとこから、まあなんか変な感じだったけど、初日から3番の芯が一番切れると思ったんだけど、まあ、3の人狼は硬いと思いますよ。2が芯かどうかっていうのはまだわからんけど、まあ、2番が強人の時って、そうなんだろうな。まあ、36全然見えるけどね。てかなんかもう負けでもいい気がするから36釣り切りでいいと思うけど、俺、正直。36ロボじゃねえよ。なんか、別になんか6番が村であっても負けでいいかなって思うもん、なんか。あんな感じで。5番の言いたいことがめちゃくちゃわかる。まあ、とりあえず2行くけど。3番のラスル1聞いて。3番は人狼だと思ってます。はい。このぐらい。もう話すことねえや。はい。譲り。2番のプレイヤーが発言します。8-1ともに折れずり。あのね、俺昨日から、これね、3番さんこの理由説明しないでいいから。俺3番さんも俺と一緒の意見って言ってたから多分わかると思うんだけど、9の結果黒だった場合、俺はモントムヨで1釣るよって発言を残してた。まあ例えばね、俺がね、6番裏になって、今回黒って出てはいるんだけど、6番で黒って出てたらもちろん6を押すけど、9-1ラインがバリバリに見えてたからね。だから逆に言えば、9の強靭っていうのがわかった、俺目線っていうのは。それを8番さんが教えてくれた。そうなってくると9-1のラインっていうのはなくなるわけよ。9が強だから。だから俺は、ここでもう十中八九ね、盤面的に36しかありえないんだけど、わかる？一応、9が黒だった場合、相方ってのは十中八九1だと思っていたって発言を残してるわけ。それで9が白結果、俺6に黒が出てるから、1のローってのはほぼほぼなくなったから、村弾きしてもいいぐらいじゃないかと思っているっていうところ。そこで俺に来るっていうのは全然構わないんだけれども、じゃあみんな今日何、俺釣って明日3釣るの？そしたら6ちゃんと釣ってくれんのね。それだったら全然俺釣りでも構わない。ちゃんと今日俺を釣って明日で36を釣るって確実に言い切れるんだったら俺のこと釣って構いません。それがダメな場合は36どっちか言ってください。26のランで全然構わないんだけど。36どっちかは言ってほしい。26のランでこれ流れ的になると思うから6に言ってくださいっていうところ。6占った理由としては発言もおかしいし、これで6が白だった場合っていうのは、まあ 3-4 の時点で隠し白にはならないのかもしれないけれども、ほぼほぼ隠し白っていうかね、白い位置を作れると思ったっていうところ。それで黒がヒットしましたよ。わかるでしょう？もう36ラインしかないです。俺は6に行きますよ。3番のプレイヤーが発言します。はい。ってことで2番狼、まあほぼほぼ1、2かなとは思ってるんだけど、やっぱり5番の色が見え。もう5番6に、6以外に触れて一応。6以外にも触れてくんないかなと思ってんだけど。4番さん占った理由としては、9番強人の24ローローの、ケアですね。多分村目線9番のシーンとほぼほぼ切れると思うんだけど、3番を強人、2番狼で置いて24ローローっていう融合を残したことから、9番って色見えてねえなと思ってるよね。9番って白先にしか触れてないんですよ。23の白先にしか触れてない。だから急に対してはもうほぼほぼ強靭かなと思ってて、一応占わなかったです。本線19ローローで追ってたんで。でも一番に関しては結局二日目に対しても、発言自体の進行が一日目で止まってるっていう感じかな。9番の遺言聞いて芯ないと思ったんでしょう。なおかつ昨日の9番で芯ないと思ってるんでしょう。で、なおかつあなたは6番村って見えてるでしょう。この2日目の発言。村でも釣っていいっていう発言残してるから、一番って確実に色見えてるんで、もうほぼほぼ1、2だと思っております。以上。4番のプレイヤーが発言します。3番さんが突っ込むべきは、2番に対して1番ほぼほぼ村って確定でしょ？と黒なんだから。そこね。で、9番さんっていうのは、7番の発言がない状態の中で、9番さんって1日目の2周目、7をサイクロで見てるんだよ。その中で5で発言が終わり、7の発言っていうのがない状態の中で、なぜ7っていうのの狼目を完全キャンセルさせたのですか？はい。9、100% 偽でしょ。100% 偽ですね。
で、2に関しても、そんな発言をする人を信って追えなくなるんですよ。だから、信だったら緊張感を持ってやってくださいよ、発言ね。はい、というふうに思ってます。3番信かな。うん、この盤面でもう単体で言ってるから。うん、そうすると、3番信になるかな、というふうに思ってるんで、3番の白崎と、黒崎、明日、すごく楽しみにしてますね。はい。そこに対する、白要素。要は、出したその先に対する白要素か黒要素っていうのを、天秤にかけていきますから。はい。100% 今日は2番さん釣ります。以上です。5番のプレイヤーが発言します。あのね、もう6でいいんじゃない？だからこうなって負けるんだって。こういう人がいれば、チームプレイもできない、反省もしない。もう二度とスムラをすかすことはしません。なんで言えねえんだよ、まずよ。3番が死んだら一応占えよ、もう。知らねえからな、もう6歳後にするよ、もう一応占わないんだったらもう。自分が一怪しってて、5とか7占ったらもう知らないからな、もう俺は。自分が死んだって思いを見せるなら一占いしかないからな。舐めんなよ、まずよ。本当によ。5の色見たいから、7の色見たいからって。あなた一歌買ってんだから一占いしなかったら締め下がんだろうよ、白だろうが黒だろうが。あなたが死んだら、7の色結果し、1の色結果次第で7か1か、仮に3が死んだらね、1か7、7にいるってことだから、俺が村だから。2番が死んだったら、6なんでしょ ?3、6? 9死んだらもうわかりません。6番のプレイヤーが発言します。5番さんが村人陣営だったら僕釣るとか、言ってんじゃねえよって感じですかね。1-2-0-0のライン切りだと思ってます。2周目から正直思ってました。1-2おかしいでしょ。だって1番って2-3どっちが進化なとか言いながら結局3-6じゃねえとか言い出して、で3-6で結局結びつけて、で2周目2番の発言って1番2周目で黒くなったなとか言ってたけど、何が黒かったのかわけわかんなかったんだけど、言ってたでしょ。1番のことライン切りで言ってたんだと思ったよ。普通に何が黒かったか言わないんだもん。だって1-2しかもう見えないわ、もうこれで。5番のこと評価集してるじゃん。5番の言ってることわかるわとかなんか言って、1番、そうですよ、1番、もう1-2-0-0です。僕絶対2番に行きます。7番のプレイヤーが発言します。はい、今日は2番釣りますが、5番が言ってることが正しいよ。これ昨日俺が8番さんに6を釣るか占い行くかって投げかけたのは、こういう状況になる可能性があったからなんですよね。6黒打たれて、これどうやって精査したらいいの、6番ってなるよね。だから6つって白だったら白で、8番さんが色見れたわけだし、そしたら3分の2を当てればいいわけでしょ。2日目で6番さんが黒だったらもう釣り切って勝ち確でしょ。だから6釣りっていうのは全然ありだった進行だと思ってるし、今日の5番さんの言ってることは正しいと思ってる。で2番さんも4番さんが指摘してた通りで、1番さんに対してほぼ村っつってたのもなんか失言っぽいし、でもね、俺3番の芯が一番追えないと思ってるから、3番さんは明日好きなとこ占えばいいんじゃないかなって思ってるかなっていう感じかな。2番さん俺芯っぽく見えてたけど、ただ9と3が偽っぽすぎたっていうところで、9番の残念芯もあるかなって2番の出現で思ったかな。俺3が一番信頼と思ってるんで、だから3番さんは1番さんに白出しても黒出してもいいと思いますが、俺は1に投票する気ないんで。で4番さんに視点更新お願いしますって言われたんで視点更新するけど、1番さんの2周目の発言聞いても昨日黒くは見えなかったし、1番白いかなと思いました。で4番さんが7号に関しては、発言次第で、で一番面白く見るっていう思考があったんで、4番さんに関してはまだ分かんない位置かなっていうのがあったっていうところかな。なんか占い師は本当ちゃんとした方がいいと思うよ。なんか1-4-5-7のどっかが占い師の役職持ったらよかったのになって思ってます。全プレイヤーの発言が終了しました。これからその疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、2番、2番の遺言を発表してください。
6番さんね、俺が2周目で1を黒いって言った理由について、それっていうのは91ラインで見えてるよっていうのも今日2日目になってからも発言してるんだけど、なんでそれが聞き取れないのかね。で、1が白くなった、ほぼほぼ村置きした理由、91のラインがバリバリ見えていた、だから9が白だった場合っていうのは1は村置きしていいんじゃないか、9が黒だった場合は問答無用で1を釣るよっていうのは1日目の2週目で残していたんだけど、6番さん全部聞き逃しなのかな、すごいねっていうところ。そしてその6、2の欄にして、それでもなお俺に来たっていう奴らは本当にやばいと思ってる。3、6はもちろん俺に来るしかないんだけれども。4、7、8、1、全員俺に来てるでしょ。俺昨日から言ったよね。地釣り発言って取られたのはしょうがないかもしれない。俺を釣るんだったら6、3釣り切れよって話したからね。大丈夫マジで本当に。7もさ、もうこれ7は俺目線っていうのは村確定してるから、村っていうか村側がね確定してるからあれなんだけれども、占い師1457のどこだったから、どっかだったらよかったねって言ってたけれども、はあ、そんなに俺の芯がなかったかね7番さん。まあ、3が何言ってくるかわかんないけど、36ローローだから釣り切って終わる盤面だから、俺の相方が1に見えるって言うんだったら、1をほぼほぼ村置きなんかしないよ、俺は。まあ、3、6で終わるから、本当に。1、4、5、7、村側なんだから、ちゃんと、ほんとちゃんと精査してね。まあ、今日はしょうがないけども、次回からお願いします。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は、夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番1番のプレイヤーが発言します。2番、これ強靭だな。2番、わざと出現してるな。こんだけ言われといて1を村置きした理由みたいな言ってるのってってなってくるとむずいな。まあ、3番の人狼は知ってました。はい。1の段階で、9番って、ローメがないっていうのは説明した通りで、2か3に人狼がいるっていう精査機能を残して、3番が、昨日の時点で、俺を怪しみたいにかかわらず、4を占わないっていうのは、こう考えては真の行動ではないですからね。まあ、どうしようかな。とりあえず3行って話聞きますけど、今の2番の遺言ってなんか、今日アピしてんのかなって思っちゃったな。ワンチャン6に本当に黒刺さってんじゃねえかみたいなのを感じたんじゃねえかな。思っちゃった。で、一生懸命2、1がどうのこうのみたいな感じで言ってるしね。まあ5番は白だと思いますよ。5番は。5番は人狼としての行動はしてないかなと思ってるから。いやー、わからん。とりあえず今日3釣りで話聞きますけど、6の誤爆っていうのは全然あるんだけど、2番は強靭だなと思いましたね。なんで、球審だね、普通に。3番の新要素って4番さんどこだったの教えて。初日の段階から3番の芯は切れるかなと思ってたんだけど、まあ、言いそびでしたけどね。なんか、ピッカロになっちゃったけど。3番のプレイヤーが発言します。うん。1番、2番強靭で置いたら6番って白くなるはずなんだけど。3番強靭で置いたんだったらあなたがヘイトを向けるのは4、5、7なんだけど。強靭で6に黒打ってると思ってる1番。こんだけ3、6ゴリッゴリになってるのに。1の言ってることおかしいと思ってるけど、だったら求心だ、あなた目線、じゃあ求心だったら、4、5、7の精査をしなきゃいけないのに、5が白いって、おかしい発言なんだよ。5番っていうのは6叩きしかしてないから、1番色が見えてないんだよ。どこが5が白いのっていう話なんだよ、1番目線。
多分ね、ほぼほぼ6釣られて終わる未来しか見えないと思ってるよ。多分ね、7番さんはね、もう6黒ロック入ってるからそういう風に見えてるだけなんだと思う。6番の2日目って結構良くなかった。1、2でライン切り。2番っていうのは一番疑っておきながらの6占い。隠し色を作りたかったっていう話だけども、だったらみんな自分のことをなんで4占いなのって言ってるけど、じゃあまず2番も同じことしてるわけじゃん。多分2番って1番黒出るから6黒打っただけでしょっていう話。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。5番の発言から別段白要素っていうのを捉えてないです。6番は盤面から、1日目の1周目で落とした通り、白要素を捉えてます。7番と1番であるならば、7番の1日目の2周目とさっきの週で白要素っていうのを捉えてます。だから、結果として盤面的に白いなと思ってるのが今のところまだ6。で、7番は発言単体精査から7番を白く置いている。これが視点ですね。で、3番を死んでおくか。3番を死んでおくかっていうふうに今1番さんに言われたんだけれども、3番さんを死んでおくというよりも、9番が筆頭で偽。2番が、あの発言をしたっていうことで、出現レベルのことだというふうに私は思ってますので、偽。だから7番っていうのは1457でどこかに占い師がいたらよかったんじゃないか。ただ本末転倒なんでね、っていうふうに思ってますよ。だから3番さんの新芽があるわけじゃなくて、自身の発言で9番さんと2番さんが自身の発言から、自身の新芽を落としているっていうところだけにしか過ぎないというふうに思ってますから。はい。確定で3番さんを釣ります。はい。で、結果として、9と2が下げているので、まあ1黒もあるのかな、三振のっていうふうに思いますし、3番っていうのは今のところ出現がないだけですから。ただ、真っ当な発言っていうのは別にしているわけでは私はないというふうに思ってますよ。でも5番さんとかも6行くの ?6 黒かねって思うんですけどね。はい。まあ、とりあえず3番さん行きましょう。3番さん行ってお茶濁すしかないというふうに思ってますよ。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、めんどくさいから1行ったら。知らんけど。そんなに9とか2が出現したんだったら1行ったら。6番は反省しないけど。反省ぐらいしろよ。心の中でも思えよ。だって、6ってスムラほぼほぼ透かして黒打たれてる人と、1って何にも透かしてないけど騎士じゃなかったってことは3番の新芽単純に上がりそうなもんだけど。まあ、俺が噛まれたら、1番行けばいいんじゃない？7番噛まれたら6行きゃいいんじゃねえ。と言っても、7噛まれようが俺は1に行くけど。めんどくさいし考えたくないし。ああ、4番が残ったら4番も考えるかな。こんなに優秀な人で白2つもらって、いやいや2-4だったんじゃねえかっていうぐらい。でもまあ4番基本1行くような感じだから。まあ、僕らが残されたら6行きますか？それとも4行きますか？どうしますか？以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあ僕絶対黒じゃないし、で3番さんが多分死んだから3が1黒って言ってても全然納得できるから僕は1番さんに行きます。1番さんだって、あ、これ2番強人かなとか言いながら、じゃあ5とか7が黒だった場合の考えもしないといけないのに、5と7に全然触れないでしょ。僕がもうどうしても僕が黒に見せ立てたいんだよ、1番は。そうでしょ、1番。もう1番黒だと思ってるから。あと5番さん、反省はします。次から村人、まあ、村人って言ったつもりはなかったんだけど、言ってたんだったらすいませんでした。次からは気をつけます。だから僕は絶対1番さん黒だと思ってるので、まあもしかしたら、2-4-3強人とかはあるかもしれない。それは追ってます。7番のプレイヤーが発言します。1の黒ほぼ追ってない。ほぼ追ってないです。だから俺が、生き残ったら1には入れないかなって先言っときますけど、まあグッジョブ出して5人で6番とりあえず釣れるって場面が最高だなって思って、なんかそういうことが起こる気がしてますけどね。起こるんじゃない？グッジョブ出ると思ってますよ。で、
今日は3番いきますけど、俺3番さんが言ってた6番の2日目の発言がなかなか良かったっていうのは全然わかんない。1と6比較して6の方が発言良かったっていうふうにどうしても思えないし、うーん、2番さんの昨日の発言、2番さんなんか真だったらちょっとあれだなって思ってるんだけど、2番さんもし真だったら出現してるからね、墓場で聞いてたら1番さんと2番さん視点白でしかなかったから、まあ、みんなわかってると思う、多分1も4も5もわかってると思うけど、2番さん視点って3、9、6に確実に人狼がいて、3、9に確実に人狼がいて6番に黒出てるから1番も白白だから2番さん視点だから出現ですね。だから俺9が真なんじゃなかった、急が死んだったんじゃないかなって思ってるかな、現状は。うん。1、9ラインっていうのも俺初日から全く見えなかったんで、そこの視点も合わなかったし。だから9死んで、ラストウルフ俺4か6かなって思ってるけど、6に入れそうだなって思ってますけどね。4番さんが俺白置きできた理由、ちょっと明日生きてたら教えてっていう感じかな。まあ、グッジョブ出て6釣れるっていうのが一番ベストですね。っていうふうに思ってますけど。全プレイヤーの発言が終了しました。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。多分7番が噛まれることはないと思う。7番さんなんて言えばいいか、6番さんの2周目良かったと2日目良かったっていうところは、2-1 のライン切りを言ったところ。だって2番っていうのは、俺と同様1番を怪しんでいて、2番っていうのは1番占ってないんだよ。7番さんわかる？で、7番さんは9芯を追ってるかもしれんけど、9の芯が一番ないよ。わかんねえかなあ。じゃあ仮に1番が提唱する、2強人3、4ロー。見えないでしょ？2、4、ロー、3、強人。見えないでしょ？ 7 番さん。なんで7目線で1番がそんなに白く見えるかがわからないんだけど。多分もうね、俺この6白出た瞬間に俺終わったと思ってたから、それはしゃあないかなと思ってるけど、6番さん、頑張れ。まだ君は勝てるぞ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、騎士さんは4守り。まあ、じゃあ5番さんは、まあ、わかんない、紙なしとかもあるかもしれないけど、まあ、おそらくないでしょう。1つってもう多分一瞬で終わると思うんですけど、7番さんがなんか僕のことを疑ってるけど、じゃあ僕の黒要素ってその村人って最初に言ったことだけでしょ？他になんか黒要素ありましたか僕？って感じですかね、7番さん。7番さん狂人じゃないっていうぐらいなんか思考ずれてるよ、一人。一人かわかんないけど、7番さんおかしいで、ちょっと考え。僕の黒要素じゃあ言ってみて、その村人以外。ミスった。何が？1番さんが7番さん白く見えるって言うけど、何が白いのかも全然わかんない。
はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、勝ち確ね。5番さん騎士だと思ってたんで、1番から釣りますが、もう1号釣り切りで勝ち確ね。騎士2人出てるから。1番のプレイヤーが発言します。ミスった、ごめん。ああ、5騎士か、だよな。だよな。いやー、すまん。4番のプレイヤーが発言します。ね。ね。ね。これで9が。夜が更け、人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利です。え、なんで僕釣りにしたんですか ?2 番さん。4番全員当て。いやね、ごめん、7は絶対噛めないからさ、で、4号に騎士いるの分かった。